どうもサボリです。古代魚水槽、古代魚はここにいます。いつもの場所にいました。動きません。じっとしています。はい、じっとしています。大きさはこの前測った時と同じぐらいかな。そんな変わってないと思います。今日はレイアウトを少し変えようと思います。ここの流木地帯の後ろが隠れ家なんですけど、今日新しく流木設置してその上に休ませる。水に漬け込んでます。一度水は交換していました。水がすごい茶色いです。わかるかな。ここまで茶色い、ここまで濁ってます。今日は水変え、そしてあと 2,3 日かな。これを使います。これを使います。あ、こっちに古代魚、こっちに隠れちゃった。今ね、カメラ設定してる間にこっちに隠れてしまいました。今の隙に、はい、ほっ、はっ、あれ、何これ、全然浮くんですけど。これは使い物になりません。何日、何日経ったのこれ。あ、来た来た来た、古代魚、お前、お、いい芯が、せっかくの芯見えた。今日はまだこれ、あ、古代魚、お、ちょっと分かりづらいかな。こっちにいます。奥にいますね。はい、今日は流木を変更してこれですね、フィッシュレッド。これあんまり役に立ってないんですよ。この環境ではね、あんまり活躍しないかもしれませんね。ということで、これを撤去します。これを撤去します。あ、ゴミが舞う、ゴミが舞うやつか。うん、ちょっと待ってね。フィッシュレッドの香りにこれ、スポンジフィルター、これと同じやつはもうすでに設置してあります。2台体制にすることによって、掃除のメンテナンスするときに2つあった方がいいかなっていう感じですね。設置しますと、最初は浮くんですよね。2台並べる。あ、もう出てる、もう出てる。そしてこっちをね、メンテナンス、ちょっと邪魔、こっちをメンテナンス。これがよし、初めてですよ、これ初めて。はっ、ほい、あ、水がすでに濁ってるやつだ。ちょっとわかる？これを、あ、これ外せんのか、外して洗うと。あ、活躍してる。あ、活躍してるな。
よし、たっぷりと。あ、いい、綺麗になった。よしと。ここは洗わなくていいな。これは洗わなくていいな。ここだよな。これがうるさかったのか。よしと。ちょ、見えてないだろこれ。あれ、浮いてる。最初はね、浮くんですよ。あ、最初はね、浮いちゃうんですよ。洗ったやつ。わかる？ね、なんだこれ？これ何これ？なんか舞った。ゴミが舞ったの？違うのこれ。これあれだ。これ空気か？空気が舞うの？これは汚れ？それとも空気？以上、スポンジフィルター設置でした。ありがとうございました。うん。流木はもう少し水につけときます。お前今日は泳がないのか？